今日の地球便は南米を駆け巡るツアーコンダクター。ダイハ、海の向こうの大切な人に大切なものを届けます。今回の配達先は南アメリカ大陸の中央に位置するボリビア。その西に広がるウユニ塩湖は天空の鏡と称され、大自然が織りなす他に類を見ない景観が人気を集めています。そんな南米各地の絶景地を舞台にツアーコンダクターとして奮闘する一人の日本人がいます。大学卒業後、さまざまな仕事を転々とし、2年前南米のツアー会社に入社しました。幸せですね。これが俺の仕事だと思います。日本ではなかなか味わえないものなので、本当に僕大好きですね。憧れの地でようやく見つけた自分の仕事。そんな彼を心配するのは、一代で自分の会社を築いたお父さん。どんな仕事でも一つやはり自分の信念をきちんと持って、俺はこの道で行くんだっていったところはやはりちょっと極めていく。今彼はこれからの人生を左右する大きな決断をしようとしていました。学科、今勤めている会社を退職をして独立を考えています。遠い地球の裏側で新たな一歩を歩み出そうとする息子に父が届ける思いとは。毎月の電気のご使用量をパソコンで確認、前年とも比較できる。省エネ頑張ったからだな。楽しく省エネ続くハッピーミール。あなたも始めてみませんか。ダイハツ。乗用、広いだけじゃねえのか。え、違うの。ピラーレス、ピラーレスだよ。広くてピラーレス、タントカスタム、ちゃんと選ぼうぜ。アイスクリームケーキよ。ポッピン、ストッチ、ラブポでしょ。じゃん。6つの人気フレーバーがケーキになって大集合。あなたのお気に入りもきっとある。めでたしめでたし。サーティワンのパレットケーキ。イオン。ワウンご愛顧に感謝を込めて、またまたやります。ポイント5倍、5倍、5倍です。よっ。10日から14日。できたー。できましたね。なんと嬉しい。ポイント5倍。5倍。1,2,3 トリゴグルコサミンに分けるセチン、プラス2,2,3 トリゴグルコサミンに分けるセチン。サントリーのグルコサミン、約1ヶ月分無料。さあ、今回ですね、千葉県とボリビアをつないでみたいと思います。行ってみましょう。ボリビア、失礼します。こんにちは。どうも、こんにちは、山口と申します。お世話になります。ありがとうございます。よろしくお願いいたします。お願いします。お世話になります。今日はよろしくお願いします。息子さんの義人さんがボリビアでツアーコンダクターをなさってるということ、はい、そうなんです。これも行かれて何年になるんですか。もう2年2年ですか。本当に行かれるってなった時っていうのは、そのお父さんお母さん的にはどうなんですか。反対とか。あ、全然そういう反対する気持ちは全然なかったです。何しろ好きなことやれと、はい、どっかこう 信用というか大丈夫かな的なことは。いや、信用というよりも、ええ、彼は結構飛び回ってるのが好きだったので、はいはい、好きにさせてあげようということですか、はい。心配とかそういうことっていうのはありますか。うん、まあ本人がね、今まあ27ぐらいになっちゃってるんですけどね、はい、うん、30歳になったら前どうすんだっていうところですよね。はい、それはお父さんからも結構おっしゃってるんですけど、どうすんだみたいな。私今会社経営してる立場上ですね、はい、まあ、やっぱりそういう本人にもやっぱその辺しっかりやってほしいなっていうのがありますね。将来的なビジョンですよね。そういうことです。これからどうしていくんだ、それをずっと続けるのか。そう、なるほど。まあ、それ見てみましょうかね。はい、よろしくお願いします。はい、しょ、吉田さん、ボリビアです。グッド。ボリビ
屋でツアーコンダクターとして奮闘する義人さんに両親の思いを届ける旅は、距離にしておよそ16,000キロ、29時間。ボリビアの西部、標高3,700メートルの高地にある田舎町ウユニ。2年前に空港が開港したことで、首都ラパスからわずか1時間でアクセスできるようになり、世界各国からどっと観光客が押し寄せるようになりました。観光客のお目当ては絶景ウユニ塩湖。静寂に包まれた水面には大空が映し出され、天空の鏡と呼ばれています。そんなウユニで仕事中の義人さんを訪ねました。町の中心から車でおよそ20分、やってきた場所には列車の残骸が並んでいました。この辺でツアーやったはずだったんだ。すごいなこれ、ブラウン。なんだこれ。義人さん、あ、こんにちは。すいません、ちょっと地球便。よろしくお願いします。お願いします。今ここもツアーをやってあるとこですか。はい、今ちょっと列車の墓場というところで。列車の墓場、はい、すごいですねこれ。あの昔とのあのボリビアがすごい鈴が取れてチリとか輸出してたんですよね、はいはい、その時すごくあの列車が栄えたんですね。へ、まあ、どん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 その、まあ採出量が減っていって、まあ、その文化が廃れていって、まあ、ここにどんどん投棄されたって言われてます。はい、へ、今お客さんと一緒なんですか。はい、今ちょっとあっちで今はしゃいでるあの方がお客さんで。なるほど、はい、もう20種。この日のお客さんは日本から来た男性が2人、共に一人旅だそうです。ウユニ周辺を巡り、最後にウユニ塩湖を観光する人気のツアーコースです。2年前に始めた頃まだ月に7人しか来なかったんですけども、もう翌年に150人、で今年がもう300人。うわ、忙しい。もう本当に一大ブームですね。義人さんが勤めているのはエクアドルに本社を構えるツアー会社。一人旅はもちろん30人程度の団体旅行まで対応し、義人さんは季節に応じて中南米各地を案内します。南米は四季はないんですけど、雨季乾季があるので、はい、その時期によって違くて、例えばウユニ塩湖であれば今の時期で1月から3月ぐらいが一番ハイシーズンなんですね、はいはい。で次5月から9月っていうのはそのガラパゴス、エクアドルのガラパゴス諸島 のダイビングとかがすごくメインになってくるんですよ。でその9月から次12月ぐらいまでが、まあ、コスタリカのシーズンですかね。はい、義人さんのモットーは観光地だけでなく地元の人のリアルな生活ぶりも見てもらうこと。ウユニ塩湖に向かう前に市街地で必ず時間を取るようにしているそうです。1時間、10時間を設けますので、はい、もうその間も好きなように買い物したりいろんなことをしてください。ぜひぜひ。大丈夫、この時計台ですよ。わかりました。はい、この自由時間の間に義人さんが向かったのは市場、昼食用の食材の買い出しに来たのです。新鮮さにこだわり、いつも買い物は当日、なるべく自分の目で見て日本人の口に合うものを選んでいるそうです。いよいよウユニ塩湖に出発と思いきや、何かあったんですか。いや、ちょっと何もないんですけど、ちょっとドライバーがちょっとどっかに行っちゃったのでちょっとごめん、ドライバーがね、今遊びに行っちゃったみたいで、だいたい待ち合わせの時間までのには来ると思うので、せめてちょっとブラブラしながら、まあ、これはボリビアのね良さだと思ってルーズ。いや、ルーズではないんですけども、そうですね、ルーズですぬくぬくしながら待ちましょう。はい、すいません本当に。待ちかねた義人さん、近くを探しに行くことに。ドライバーですもんね、観光客じゃなくてね。次行くよ。ケツだし。ミラノケレバラシャカ。飯食っとったよ。来ないと思ったらここでご飯を食べてました。トレスムズや。サビエ。3分間だけ。あれでも遅れてるのに食べてやめようとしないですね。そうですね。もうあれがボリビアルールですね。もうお腹が空いたら食べるっていう。だけ時間がいいですよ。小判です。
現地の人たちのルーズさに頭を悩まされることも。